子育てや独自の教育法など子どもの未来をあらゆる角度から深掘りする特集コーナーです。今回は今月1日に放送しました大田区の女子高校生ダブルダッチチームロジャーについて再びお伝えします。前回の放送でロジャーの4人は世界大会への意気込みを語ってくれましたよね。大会の結果が気になりますね。はい、お伝えします。今月4日からノルウェーで開かれた世界大会でロジャーは見事世界制覇を成し遂げました。すごい。2本のロープを使った縄跳び競技ダブルダッチで世界の頂点を夢見てきた高校生ダブルダッチチームロジャー。メンバーは全員が高校2年生。リーダーの米田理音さんを中心にチームを見守る母親的存在東多江さん、チームの盛り上げ役堀越優さん、練習の鬼エース荒山千里さんの仲良し4人組です。ダブルダッチは飛ぶ回数を競うスピードとアクロバティックな技を競うフリースタイルで争います。チームを組んで6年、究極のスピードとテクニックを目指し苦楽を共にしてきました。そして出場した世界大会、30カ国の代表がしのぎを削る中、日の丸を背負ったロジャーの4人は出場した4部門中3部門で世界の頂点に輝いたのです。